染め髪が乾きました。とっても綺麗にできました。ほらほらね、これで決めました。暑いのでうちわを作りたいと思います。うちわの形に切りますよ。まず鉛筆で型を取って、ここもね、こうやって。そして裏と表2枚切りたいと思います。重ねて切るときはホチキスで留めると動かないよ。ホチキスで留めますね。さあ切りますよ。入れました。そしたら糊でこういう風に貼ろうと思います。貼ったら出来上がりです。羊くん、いいうちわで仰いでもらってるね。涼しい？涼しいね。誰に仰いでもらってるのかな。誰が仰いでくれてるの。あれ、ロッキーだ。こんにちは、はじめまして。羊くん、ロッキーに仰いでもらってたんだ。そしてもう一つできたんだって。なんだろうね。これもできたんだって。素敵ね。